翔太選手、同期で勝つしか勝たんですけど、最初の合同実証とかで結構意外にそこからもういじられキャラ発揮してたんで、じゃなかった？勝つしか勝たん。お前だけどやっぱ一番年上だったんで頼もしいところもあって引っ張ってくれてました。はい、すごく頼りに頼る先輩です。阿部さんも優しいですね。なんか笑顔が素敵です。で、阿部さんも関西人なんで喋り方してるなと思います。阿部翔太投手はどんな人かな。で、同期で年も離れてて、お兄さん的存在だったと思ってたんですけど、最近やっぱめちゃめちゃムードメーカーとか面白いなと思いながら見てます。え、ムードメーカーです。阿部さんはよく喋ってる、ずっと喋ってる。プライベートも、プライベートずっと喋ってます。よく絡んでくれるんですけど、常にボケてるイメージがあります。阿部さんっすね。後半今めっちゃ優しいです。ガッツっす、ガッツっす。地元一緒ですけど、はい、また話したりしますか。自分もちょっとつながりがあって、阿部さんいつもお世話になってます。はい、行きます。阿部選手、はい、どんな人。阿部選手は本当に社会人卒でずっと入ってこられて、社会人魂を常に持ってる選手、試合に対する集中力、素晴らしいものがあるピッチャーだなと思ってます。これからも社会人魂忘れないように、頑張ってほしいなと思いますね。そうですね、さすが、そういうことです。ブルペンキャッチャーの稲富です。普段は結構盛り上げたり喋るのがする人なんですけど、ブルペンに入ったらガラッと変わって勝負者の身になる人なので、そこのギャップがある人です。ブルペンではあんま喋ってない。喋るんですけど、普段の阿部さんとイメージよりかは全然気持ちとされてるので、そのギャップがある人です。阿部ちゃん、やる。じゃあ、ご紹介してます。阿部翔太投手ってどんな人。変な人ですよね。コントロールはでもめちゃめちゃいいです。でもね、みんないじられたりするタイプの本当に変な人間です。笑いのコントロールはいかがですか。笑いのセンスゼロです。阿部さん、レパートリーがガッツしかないから、もういいんじゃないかっていうね。そうですね、もうやめてほしいです。今年版作ってほしいですね。うん、ロッカーでは意外に静かな。確かに先輩後輩関係なく話してるイメージもありますけど、関西の人って感じですね。最初めっちゃ怖かったんですけど、同じ社会人卒なんで、そういう話していただいたんで背中をかけます。阿部さん、ガッツあるように見えてありません。失礼します。 He's a funny person. Great teammate. Funny. He speaks a little English too. I like him a lot. He's one of my good friends. 阿部。阿部さん、いつも明るくて元気な人だと思います。阿部翔太はファンの人をあの可愛い笑顔で惑わしてる選手です。悪いやつです。以上、阿部翔太投手、どんな一役夢の人って感じ。すごい活躍で、阿部さんの周りは笑顔で溢れるような人ですね。たまにぶりっこするんで気をつけてくださいって感じです。あの笑顔に騙されちゃダメです。騙されますね。でもまあ男前なんで仕方ないですよね。阿部さんはどんな人。大阪の人ですからテンション高いし、ああやってみんな盛り上げるから、ああいうとこ見るとやっぱさすが関西人だなと思いながら、あと裏でめっちゃ優しい、いい人です。いいように言っておきました。ラギ表裏のアルソン、腹黒いぶりっ子。みんなあの笑顔に騙されないでください。黒木何個上。阿部ちゃん2個上。阿部投手ってどんな人。マウンドでよく吠える人です。
ッカーでは。はい、ロッカーではずっと大輔と一緒にいます。大輔がいなかったら、まあ寂しいんか誰かと一緒に誰かと喋ってる感じです。寂しがり屋って感じですか。寂しがり屋っす。どうも、山本です。阿部さんは結構ガチなところを言うとめっちゃ優しい。しかもめちゃくちゃ気遣い。そしてみんなをめちゃくちゃ盛り上げるパーフェクトな男ですね。ファンの人が知らない意外な一面みたいなのってありますか。めちゃくちゃいじられキャラで、めちゃくちゃツッコむ、ツッコミがうまいからみんなにいじられて面白い。ガッツしか勝たんってどう思います。意味わからんす。マジで意味、それは意味わからんす。ほんまにどういう意味なんて。意味わからん。いい人あれ出した。阿部翔太投手ってどんな人。とても意地悪な存在です。でもまあ意地悪な時が多いですけど、まあ、困ったことがあったら頼りになるというか、自分は、はい、いい先輩かなと思います。ガッツしか勝たん。ガッツしか勝たんについてどう思います。ガッツしか勝たんについてどう思います。よくわかりません。僕もよくわかりません。今こそ僕のファンは立ち上がるべきだと思います。こんな感じです。皆さんの判断にお任せします。ありがとうございました。今年も多分やることしっかりやってますんで、きっと活躍してくれると思います。以上です。ほぼ嘘です。これからも応援よろしくお願いします。嘘ですって。うっさー。間違えた。